ヤジ氷液美細工のヤジロベー松笠細工のヤジロベーヤジロベーとは日本の伝統的な玩具。人の形をしていて胴の先が細くなっており左右に伸びた手の先についているおもりでバランスをとる。釣り合い人形とも言う。英語で言うバランストイに分類されバランストイのことをヤジロベーということも多い。日本の伝統玩具で江戸時代の享法年間の浮世絵にも描かれている。 工事園などに紹介されている説では、振り分け荷物を棒の先に吊るして、肩に担いで運ぶ矢次郎兵衛に由来するという。また、一説には、四次郎という名の角付けが、傘の上で舞う矢次郎兵衛を披露しながら案裂していた、ことに由来するという。偽物、玩具、主席の遊びなどとして用いられてきた。多くは人物をかたどっており、視点を足、左右のバランスを取る部分を打てとしている。 しばしばどんぐりと竹ひごなどを使って作られる。郷土玩具としては、富山県のキツツキヤジロベイがある。同じ原理のドイツのおもちゃ。1905年ヤジロベイ全体の重心が支点よりも下にあるため、ヤジロベイは安定的に立つことができる。安定性は重心と支点の距離が離れるほど増し、逆に重心と支点が一致すると安定限界となり、ヤジロベは立てなくなる。 力のモーメントの釣り合いという力学の基本をシンプルな形状の上に実現しているため、学校教育などで力学の基本モデルとして利用されることがある。豆蔵、豆蔵豆蔵門近代になってからの新門で、江戸時代前、中期の元読年間に存在した豆蔵という大道芸人がモデル。人気者での地に人形にもなり、矢印塀と呼ばれ、親しまれた。 一つ,豆像つ豆像、豆蔵、三つ、豆蔵、豆蔵美子などがある。希少門、武家での使用化は不明。矢印塀は、陶磁器メーカーの乗りたけの日本国内向けの裏に、シンボルとして用いられていた。これは生産管理のバランスの良さを意味しているという、ありがとうございます。